はい、こんにちは。ウォーレン・バフェットです。今日は昨日、配信したメールマガの中に書いた、行動について解説したいと思います。今日はですね、昨日、今やってるのは C7 上のC7 のミクソレディアスケール。ミクソレディアセブンス。セブンスのスケール上でできるボイシングやってて、1、2、3、4度まで来ております今。4度がトップですね。トップの音は4度で、まず1個目は今回ちょっと考えたやつなんですけど、これですね、ドミファで CEF、 ここトップのとこが、ぶつかるという、多分最初の教科書にはトップで半音ぶつけちゃいけませんって書いてある、そのダメなやつですね。アウトローですね。アウトローで、こんな感じのサウンド C7 で非常に不安定な感じですね。でこれ似たようなやつで、まあこれはセブンスが入ってないんで、こっち C を、B フラットに動かして、まあ、こっちのはよりセブンスのサウンド、まあ、サス4のサウンドですね、ずっとね、F が入るんで。こうやって上で、ここを何ずらしてもいいですね。例えば F ブルースの方がなんとなく聞き馴染みがあると思うんですけど、 F ブルースだったらここ F、B フラット、で B フラットのとこもこんな感じでモダルなサウンド使いますね。だから問題は Gm7 と同じになっちゃうんですね、これね。 F、B フラット、まあそんな問題でもねえか。なんでこんな感じで、最初からこっち行ってもやっぱこっちのセブンスの方かっこいいですね。それでは次行ってみたいと思います。次また C に戻って、この C B フラット D F、まあ、これはもうかなり一般的なサス4のサウンドで、 B フラットトライアーですね。C の上で B フラットトライアーの、ルートから全音下から取るトライアーって覚えるのは簡単ですけど、これはかなり一般的なサウンドですね。それで次は BCF だ。 BCF っていうのをちょっと考えてみたんですけど、これなかなか癖ボイシングで今までやってなかったかなと思うんだけど、やってたような気もしますけど、 F ブルースで入れてみるとセブンス1度4度違い B フラットですか、こんな感じですね。とてもなんかまあまっこいったいな感はありますかね。タイナー感ありますね。知らないけど、やってないかもしれないけど、まあ、これタイナー結構これは結構いいんじゃないかな。あ、全然違うの弾いてた。あ、違くねえわ。いい。待って待って。714ですね。ほんで、
次が、BCF ジャック・アクソン、こっちだ、C 戻りますね。今度は GCF で514。多分これやってましたよね、こんぐらいのこと。こういうタイナもやってるかな。的なね。でこれだとその前の週にやったこれなんかと。聞きしていいじゃないですか。これは F B フラット C E F B フラット E 4 7 3度、こういう感じで。F ブルースに入れるなら、この辺ですね。まあ、ちょうど、まあ、ちょっと高いかな、アレンジ。使えないことないな。あ、こっちのアレンジちょうどいいですね。最後に、これも若干クセボイシングで、C7 の AB フラット F、 だからもう Gm7 みたいな感じ。Gm7 on C って書いてあったらサース4なんで、そんな感じですね。 Gm っぽい感じですね、これは。それでは、あ、それちょっとこれ全て書いたやつを最後に見てみてください。といったところで、したいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。チャンネル登録よろしく。